立山 TV。 はいどうも、立山爆裂ニュースのおじかんです。皆様明けましておめでとうございます。2022年も立山のホットな話題をお届けする立山爆裂ニュース、どうぞよろしくお願いします。では2022年最初のニュースはこちら。立山市の成人式が開催されました。去る1月9日千葉県南総文化ホールにて成人式が開催されました。新型コロナウイルス感染症が拡大する中でしたが、感染症対策を講じながらの開催となりました。昨年は中止になったので今年は開催できて本当に良かったですね。成人式を終えた皆さんがこれから社会に羽ばたいていくのがとても楽しみです。ちなみに僕はね、成人式は 2,3 年前に終わらしたところですね。では次のニュースです。立山市が2022年版訪れてみたい日本のアニメ聖地88に選出されました。立山市は2020年に放映されたアニメ戦翼のシグルドリーバの舞台となっており、立山城や立山湾など多くの聖地があります。戦翼のシグルドリーバは第1期の放送は終了しており、2期目の制作が期待されています。ちなみにね、 Amazon プライム会員であれば第1話無料で見られます。2話目以降も数百円でレンタルできますので、ぜひね、美少女が乗った戦闘機が立山湾の上空を飛び回るというアニメをねご覧になってみてください。では次のニュースです。立山市にジビエセンターがついにオープンしました。こちらの立山爆裂ニュースの9月の放送で紹介した立山のジビエセンターがね、12月にオープンしました。千葉県出身である ZOZO 創業者の前澤友作さんからの立山への寄付金の一部がね当てられました。立山ジビエセンター、通称 TGC は、捕獲者からイノシシやシカなどを有償で買い取り、適切に加工処理をし、高品質なジビエ肉として飲食店などに提供します。せっかくね、施設がオープンしたんだから有効に使わなきゃいけませんよね。そのためにもぜひ美味しいお肉をガンガン食べましょう。ではね、新年も最後のコーナーはこちらです。立山市職員さんの今日のお昼ご飯。お昼ご飯。今日紹介するのは立山市でしょうか。こんなとか陽道さん、24歳です。趣味はサッカーとのことです。この日のお昼ご飯は立山市役所近くのお蕎麦屋さん新名屋。こちらは冷やしたぬきそば、こちらは天ぷらそばですね。価格がリーズナブルで、しかも美味しいとのこと。そばはね、ほんと安いし美味しいし、お腹に優しいし最高ですよね。仕事もサッカーもがむしゃらに頑張りますとのコメントをいただいております。あーもうほんとその通り、24歳なんてね、何でもできるんだから、いろんなことをね頑張ってほしいですね。ということで、今月の立山爆裂ニュースは以上になります。今年もよろしくお願いします。またね。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。